僕です。予想外の展開だということで、あ、どうもおはようございます。はい、バキです。嫌です。嫌です。僕はバキです。いやいや、うっこは仕方ないですよ。うんちは生理現象ですから。お願いします。今日はこのメンバーで、はい、鹿島対川崎フロンターレ、鹿島アントラーズ対川崎フロンターレの試合をね、観戦させていただくということで、はい、今回ね、まあ、愛ちゃんとウンパとそのウンパ連絡したところ、はい、まさかの2人とも試合に行くっていう、はい、いや、本当に奇跡っすよ。そう、電話してちょっと一緒に撮影しようよっつったらね、行くっつって、ウンパも友達と行くっつったから、そうそうそう、こういう経緯になったんですよね。監督、遠征の時はどんな感じなんですか？はい、まあ、他の人もいるからさ、ね、ナス、何やってんだお前なあ、え、アイスクリームかなんか知らないけど、マコが食っとるのも太っとんだろお前、だから才能だから足っぴんでしょナス、お前、バーガー。今日は、鹿島アントラーズと川崎フロンターレという注目の一戦ということで、ウンパとアイちゃんに注目選手、はい、はい、聞きたいと思うんですが、はい、フロンターレの方はですね、チャナティップ選手かなと思って、やっぱり今年から移籍してきて、うん、徐々にやっぱ噛み合ってきてるんで、うん、そこがちょっと見ものかなっていうのと、やっぱりチャナティップ選手は160センチぐらいってことで、すごい親近感がね、応援したいっていうね、気持ちあるんで、チャナティップ選手って、やっぱりアントラーズは、やっぱり10番、荒木太郎、ここはもう、僕、普通にもう仲良くさせてもらってて、そういう面でも応援したいですし、前節もね、すごいいいポジション取って、上田綺世選手に。アシストしてたりしてたんで、ちょっとここもね、すごい面白そうだなっていうのもあります。私はフロンターレは脇坂選手です。イケメンな、私ずっとどのチャンネルでもずっとやってるんですけど、顔で選んでるって思うじゃないですか。大学が関西なんですよ、あの人。あ、そうです、大学から知ってて、大学時代にサインと写真をもらってるんですよ。すごい。その時からすごい上手くて見てた選手で、なんと今年から選手の番号14番を引き継いでるので、まあ、そこの何だろう、責任感っていうのがさらに強まってるっていうのと、駆け引きがすごい上手な選手なので、まあ、パスの選択肢にしろ、一個一個人をかわすとか前向く瞬間の駆け引きもすごい面白いので、そこに注目していきたいと思います。鹿島はもう何と言っても私はもう上田綺世選手前から言ってもいや、治ったそう、だってあの人のなんか得点力ってすごくないですか？どんだけ短い時間絶対決めるし、なんか意味わかんない角度から体ひねり上げて決めたりするじゃないですか。前節も結構だったしね。そうです、あのゴールが本当に弱くて、なんかゴールに対する執着心がすごいなって思って、それは生で見れるのですごい楽しみです。確かに、はい、顔かっこいいしね。顔かっこいいし、最近結婚していい感じだし、いい感じ、いい感じでもらって昨年のね、日産スタジアムの時に、はい、上田綺世選手呼んでくださいって、もうすごいんだよ、愛ちゃんのプッシュが。マジでずっと言ってました、うん、上田綺世選手呼べないんですかって。愛ちゃんでもさ、浮気してない？なんでやっぱさ、上田選手一本で行くならね、確かに上田選手一本で行ってほしい。まあ、浮気ある選手もかく誰々選手もかく、誰々選手もなんかそれ一人にしてほしいよねこっちサイドからするとこっちサイドからすると横サイドですか、それ。確かに、そうですよね、確かにそうだね。ちょっとじゃあもう一人に絞ってくださいよ。いや、でも各チームにやっぱりそういうはい、た方が推し面的な、推し面です、推し面です。その人を中心としてそのチーム知れるので。あー、なるほどね。私はやっぱいろんな J リーグを皆さんに知っていただくという使命があると思ってるね。なんか女子とかね、はい、女の子とかなかなか J リーグ見に行かないんで、一人とかね、そういうのを見に行ける一つのなんか要因でポイントとして、イケメンがサッカーをやってる結構やっぱいると思うんですね。イケメン、はい、どうしてイケメンだから見てるとか絶対いるんで、はい、まあ、そういうのを見てもいいから J リーグに足を運んでくれる女子が増えてくれたらなと思ってるんで、いいんです、これ。確かにそうですね、これでサッカー見てくれる人増えたらね、嬉しいです。俺も脇坂選手は注目してる、まあ、背番号14で中村健吾さんの番号を引き継いでっていうところで、やっぱりちょっと背負うものもあるから、それがね、何かこう重荷じゃなくて本人の成長につながっていただければっていうところで、まだ多分ね
結構その勝利っていうところもね、まあ開幕してっていうところで結果が ずっとね伴ってるわけじゃないから、その噛み合った時にはさらにこう本人のスキルだったりね、プレーでチーム引っ張ってくれると思うので注目してるんですけど、愛ちゃん言ったから立花だった選手俺は、あ彼がねやっぱアンカーとしてフロンターレの中盤を支えてほしいなっていうところで、まあ支えてるんですけどさらにこう厚みを出せるっていうところで立花だった選手で、僕は鹿島アントラーズはプレイヤーじゃないんですけど岩政大輝監督、もうまさかさ今監督でさ、あの開幕節もさ点取った瞬間のこのねエモーショナルなとか見た瞬間にやっぱちょっとグッとくるもあったよね。やっぱ本当に同世代としては感じるものが多いですよね。だから今日もその采配含め彼の指揮姿もね注目したいなっていうふうに思います。最初の10試合リーグ戦特にそこでどうリズムっていうか自分たちのスタイルを築き上げられるかっていう、なんかねかつね方程式みたいのがだんだん分かってたんだよね。そうなの。そうそう、自分たちの戦い方っていうのは一応あるんだけど、はい、じゃあここを守りきったらとか、そう我慢しきったら勝てるとか、なんかその自分たちのやり方っていうのがこうマッチしてくると、うん、だからそこまで結構時間がかかるというか、やっぱりやっぱ那須さんのその現役時代からの経験を踏まえても、うん、最初の10試合がもうかなり鍵を握るって感じですか。10試合っていうところではやっぱ開幕からの試合の3試合4試合でどうにかこう自分たちのリズムを勝ちながら作っていって、フランの時もそうだったけども、自分たちのリズムが出てできてきて、で苦しい時間帯も我慢すればどうにか勝ちにつながるんだとか、そう、そこからちょっとずつ自分たちのサッカーっていうのが表現できるようになってくるから、だから最初の特に3節4節は、まあ、我慢っていうところの一つのキーワードは大きくある。うまくいかないことの方が多いからね、どちらかといったら大レジェンドの7番って言ったらウィナーズで一緒にいすぎて、なんかお父さんに見てきたもう一緒にいすぎてよく考えたらやべえ人だよなそれお父さんみたいな感じですよ、感覚がちょっと麻痺してきてますこの前初めて名古屋から、はい、名古屋行った時もすごかったですもん、みんなさんなっさんみたいな、もうすごいすごい、確かにそう、もうなっさんを知らない人はスタジアムに行ってないですから、多分スタジアムに行く人はみんな知ってますから、歩いてる人困りますもん、みんな一回行きますもん、那須さんの意見だよな、やっぱりスタジアムの雰囲気も最高だと思いますから、はい、まあ、そこら辺もね、なんかこう楽しめたいですよね、はい、はい、開幕戦ですよね、そうです、そうだ、そうだっすよね、めっちゃやばいと思います、なんかいいね、やっぱ人入るとやっぱいいね、やっぱ実際もうえぐいっすか、いやいや今だってまだ声出せないじゃないですか、うん、だって那須さんが元気じゃなくて掘り声出す時じゃないですか、ね、優勝決定戦とかさそういう時だともうパンパンに入るわけよ、はい、もうねなんかね泣けてくる、あの煽り V とかをさサポーターが作ってくれたりすんのよ、そういうのとかこう見ちゃうと何度も泣けてくる、いや戦う前から感極まるみたいな、だって日産 のジャパンオールスターあれ、まあ、大体1万ぐらいだったんですけど、あれでももう俺超鳥肌立ちましたもん、なんかシュートを誰かが打ってで惜しくも外れた時のなんかうーん自分たちの声聞こえないんじゃないですか、聞こえないゆいちゃんどうするんですか、後ろの選手とか、俺とかもう体でもう表現するから、あげろあげろとかあったみたいなだったり、やっぱさ終盤きついじゃん、はいはい、きつい時間帯にサポーターの声ってマジですごくてさ、ギリギリの試合出展していけないみたいな時にもうちょっとプレーが止まる時とかさ、サポーターのこう大声援が来るともう超鳥肌だよ、いやそんないっぱいいる中で超緊迫した状況で一つのパスもミスも許されない中プレーするってもうえぐいな、ゾーン入ってるからみんなの思いを俺の背中に乗せろみたいな、それで元気玉みたいな格好してたからかっけえな、そうみんなの思いを俺に乗せて俺で戦うっていう表現するっていう力に変わ
まってたよね。アイスクリームかぶりついてた。本当にさっきお前さっきなんかもすごかったですよ。ほんまにこんな感じですよ。ちょっと残ってないと思うけど。すごかった。いや、リアル再現度、再現度マックス、はい、そうですよね、はい、そんな人とは思えない。そんな人が今俺に全部思うよ、どうせもなって言ってるんすよ。やっぱギャップがまた可愛いっすね。監督さんとはやっぱり久しぶりの事故と、はい、はい、ということで鹿島スタジアム到着しました。いやすごい、初でございます。鹿島も初だもんね。初めて。お、あ、うんぱさん、うんぱの、うんぱさんの、おいおい、今日のメイン、おい、ふわふわメイン、なめるな、なめるな、なになに、キッズエリア、22なのよ、身長は150だけど、145センチ、159、なめんな、なめんな、まあ確かにすごい楽しそうだけど、あ、でもどなたも参加って書いてあるね、ふわふ、本当だ、ふわふわメイン、保護者の方入場無料、保護者、保護者で、誰がパパで息子や、おい、やべえやべえ。あれはフットダンス、フットダンス僕一回やったことあるんですけど、めっちゃおもろいっすよこれ、はい、わーごめんなさいね皆さん。すいません本当に。じゃあ最初運搬、はい、私は行きます。じゃあブル行きます、はい、さてでしょ中高酒井さん。ブル行きます。あー何あれ。うわもうちょっと上か。6点と45点。惜しいけど16点で、惜しいけど16点、惜しいみたいになってますけど負けですから。おーやいた、おーすごい、すごい、すごい、おお惜しい、惜しい、あーということなんで、1位2位3位。やったやめっちゃ楽しかったです。ありがとうございま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 す。すみません。すみません。ありがとうございます。すみません。すみません。すみません。わあ嬉しい嬉しい。ね、みんな頑張りましょうね。頑張りましょう。はい。あ、ウィナーズ、ウィナーズ。ウィナーズ。タロちゃんね。ナスカー。すごい。この距離でやめてください。おい、すご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 い、あれ、あれ、まだ時間まで、はい、スタグルだったり、はい、行きます。いいですね。監督と選手ってことなんで、え、僕が落ちさせてもらいます。やっと、はい、ありがとうございます。ありますね。すげえ。いやそうですよね。ちょっと一瞬ちょっと待っていいですか。どうした。いやいやあのね、いやそりゃそりゃね、うん、しっかり聞こえてきた。そんな当たり前じゃないですか。そんな、えっ、えっ、アレクセンスだ。こんなも大の親友ですから。太郎ちゃんはお姉さんが、かっこいい、かっこいい。いやもちろん準備万端でございますよ。ぶっちりだ。車中でも喋ってましたけど、はい、早く選手と優秀なんで。そうそう、さすが、さすが人気選手ですから。すごい、せっかくだから乾杯しろ。やった、
もつ煮込み、はい、前いただきましたよね。めちゃくちゃ美味しかったですから、はい、前いただいたハミで、はい、めちゃくちゃ良かったですよ。他にもなんかスイーツあったりね、スイーツがあったりとか、まあ、いろいろスタグラムで何が出てくるでしょうか。いやさあさあ待ってくれ。さあさあすごい席です。すごい席です。ちょっと待ってくださいよ。ソファーシートということで、はい、うわすごい、すごい、はい、こちらですよ。すごい、こちらですよ。ナスさんがご用意します。うまそう、すごい、すごい、ご用意させてもらいました。ありがとうございます。初めてということで。初めて、すごい。ウニと、ハラミ飯。うわ、ありがとうございます。いただきながら、乾杯しましょう。はい。乾杯。乾杯。よろしいですか。どうも。どうも。うわ、うわ。ありがとうございます。鹿島アントラーズ、今選手が基本の練習してますね。で、はい、ここ鈴木選手ですね。今年から移籍してきた鈴木選手と土井選手、あ、上田選手、あ、荒木選手、これかな、関川選手とやってますね基本で。ね、僕ね、あと個人的に、どこだろうな、樋口選手、トスから移籍した。めちゃめちゃトスの時も大活躍してましたし、かなり鹿島にとってはいい補強だったんじゃないかなって個人的に思ってます。で、今基本練習やってます。で、アウェー川崎フロンターレ、こちらですね、体を慣らしてる状態なんですが、ああ、谷口選手先頭ですね。まあ、ディフェンスリーダーとして今日も期待がかかる。スタメンとサブに分かれてアップということで、まあ、鹿島の方、これからポゼッションやるのかな。サブの選手は、はい、今日モールマッシュやりながらっていうので、今はまあちょっと鹿島のホーム、鹿島の方、微物色分けして、とりあえずパスをつなぎながら、こう動きをつけながらっていう。で、対する川崎フロンターレ、まあ、ボールを動かしながら体をアクションもつけながら、ワンタッチ、ツータッチのね中で体をこう温めてる感じですね。いた、みんな水色の犬。あ、本当だ本当だ、立花田選手、今日は小林優選手が入ってるっていうところで、まあ、動き出しのね良さっていうところ、あのボールの受け手としてはもう抜群の動き出しをするので、それに対してどうやってボールを配球するか、チャラティップ選手ね、脇坂選手とこの中盤の構成だよね。そこからどうやって最終的なこの動か、あのね、前の動き出しってところではもう小林優選手はもう抜群なので、うん、まあ、地高の時にどうやって崩すかっていうところですよね。まあ、ボールは、まあ、両チームとも持てると思うので、その地高の時っていうところですよね。どうやって打開するか、あとはリスクマネジメントの部分で谷口選手、山村選手っていう部分は大きな働きを求められると思います。で、対その鹿島の方ですね、あー、マサだ、開幕節の点を取った時とかのこのエモーショナルなね、マサの喜んでる姿とか、すごく心に打たれました。本気で
チームに対して向き合ってるんだっていうのがすごく感じましたし、個人的に同級生なんでね、すごく頑張ってる姿は刺激になります。で、メンバーにちょっと移します、戻します。鹿島もやっぱり動き出しの良さでは、まあ今ポゼッションやってますけど、まあ上田選手、鈴木優真選手、まあここはね、非常に特に上田選手っていうのは、まあ、前節得点も決めてますけど、やっぱ動き出しの良さっていうのはもう抜群です。それに対して、まあ、中盤の土井選手、樋口選手、ピトゥカ選手、荒木選手とね、出す選手もいる。そうだから、どうやってね、その、まあ、相手の、まあ、川崎のコンパクトなブロックをこう打破するかっていうところがキーになると思ってますし、あとは鈴木選手、まあ、横からのねクロスに対してのやっぱ得点っていうところの入り方だったりっていう、ゴールにね直結する動き出しができる、あとゴールを貪欲に狙ってくるので、もうそこは非常に注目、この2トップ注目で、鹿島も川崎同様なんですけど、リスクマネージメントっていう意味では関川選手、ウミンテ選手、まあ、ここら辺が非常に大きな働きを求められるので、そこにも、まあ、僕にディフェンス目線としては注目したい。ほら見て、クロスの質を見てください、クロスの質。もうね、ウィナーズのメンバーにはみんな見習ってほしい。ほら、ここのクロスの質ですよ、これ絶対間に落とすから、まあ、これはやっぱあの点で合わせましたね。安西選手クロス、ほらこの、あー鈴木優真選手ね、ミドルシュート、すげえ、うまっ、ビエゴピッチか、このクロスね、クロスの質見ててください、これサイドバック、末本選手ゴー、わーい、うん、まあ本当選手はこうやって、まあ、ここでいいフィーリングを、あーいいボール、あー今川崎の方もシュート練習ですかね、あー、まあ、センターバック谷口選手と山村選手、まあこれヘディングかな、今やってるのはヘディング練習してますかね、あロングボールをこれでヘディングっていうね、まあ、クリアのところ、まあ、センターバックの選手はね、ヘディング重要ですから、まあ、こうやってちょっとね、落下地点だったり、こう、感覚をつかむっていうのはよくやりますよね。で、センターバック同士で、ロングフィードっていう練習だったり。で、このね、鹿島アントラーズといえば、このね、リズム。いやもう、僕は鹿島に所属したことないんで敵チームとして来ましたけど、この音がね、やっぱね、得点とかされた後とか本当に勢い乗ってる時とかすごいんですよ。鹿島はね、加速させるというか、この脳裏にずっと焼き付く音ですよね。そうっすね。ってことはホーム選手からしたらこの上なく力になる、背中を押すリズムね。鹿島側は最後のダッシュに行こうということで行きました。これさ、もも上げからのダッシュ、あ最後の上げる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 、で今川崎側もそうですね、もう最後ダッシュダッシュダッシュ、そうステップからのダッシュ、ステップからのダッシュで最後の仕上げですね。これボディコンタクトもあるね、ボディね、ジャンプしてでダッシュ、うん、上の席まで入ってるんですよね。はい、ぐるっとホームの阿部、多くのサポーターが詰めかけて最高のサッカー日和。これはもう両チームとも思い入れがもうあります。両チームのスタジアムも行かせてもらってますし、もうあと一緒にもコラボさせてもらってる選手もいますし、ね、個人的にはやっぱ岩田さん、大輝、同級生とかいろんな感情がいっどっちとかじゃなくて、頑張ってるみたいな。何その顔。初めて見た。いやもう本当にね、
この二人寄りぐらい。確かに、もう一番興奮してるかもしれない、多分。いやすごい。本当にね、もう頑張ってほしいと思って、もうちょっと楽しみ。はい、ということで鹿島タル対川崎フロンターレということで、はい、0対2で川崎フロンターレの勝利ということで、はい、まあ内容的にはもう前半は川崎、後半は鹿島という構図でしたけど、はい、まあ、両チームとも遜色はない、もう力の差に、はい、ただ鹿島がね、なかなか自分たちのリズムを作れず、で川崎がそこにね、自分たちのパスサッカープラス出足の速さっていうところでリズムを掴んで得点をした。で後半は選手交代の試合、鹿島今度はね、球際の、ね、出足の速さもありましたし、まあ、本当にね、どっちに転んでもおかしくない、まあ、そんくらいの力さかなっていうふうに思いました。今回ですね、ウンパとアイちゃんと撮らせてもらったんですけど、鹿島スタジアムも楽しもうということでやらせてもらいましたが、まあ、非常に試合前までもね、楽しく、まあ、試合内容もそうでしたけど、雰囲気も含めてやっぱり人がたくさん入っての試合は最高だなと思いましたし、まあ、内容も面白かったので非常に楽しみました。でですね、今回鹿島アントラーズ長編ドキュメンタリーということで、はい、まあ、なんと3000時間に及ぶ撮影時間で、まあ、本当に表には出ない裏側っていうところ、まあ、そこら辺をね、たくさん、まあ、撮影してる見どころ満載ということで、約80名のレジェンド OB のインタビューだったり、あとまあ対戦相手のね、 OB の方、そこもレジェンドの方々たくさんインタビューシーンが載ってますので、 Unext のみで独占配信中ということで、はい、キャンペーンページから登録いただけますと特典もついてるということで、まあ、概要欄の方に記載してありますので、皆さんぜひそちらからチェックしていただいてということで、皆さんぜひご視聴いただけたらと思いますので、またどっかのスタジアムで、ね、皆さんとお会いできたらと思います。サッカーの魅力を伝えられたらと思います。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。